生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。もうこれ言うの恥ずかしい気づか俺生まれはロシアとか言っちゃって今日は何の動画を撮るかっていうと、日本で有名なものってあれちゃん、うん、何やと思う？え、じゃあ日本といえばこれだろうみたいな。あ、わかった。え、これ有名っしょ、マジックミラー号。何言ってんじゃないの日本といえばじゃないの。あんた偉いね、なんかもうすごいね、やっぱピロシキーズといえばエロっていう風なところから、あんたマジックミラー号のネタまで仕入れてきたの。お前のせいだよお前のせいだよ。偉いね違うわ、そんなんじゃなくて。違うの？違う、日本といえばアニメやろ。アニメ、確かに確かに。あの、まあ、この間もほら、君の名はが金曜ロードショーなんてすごいツイッターとかもランキング1位になったし、なんかジブリとかもすごい有名なものいっぱいあって。確かに外国人がね、すごいアニメが好きで日本に来る外国人の方もすごい多い。そうやろ、うん、ほんでな、ロシアってアニメある？ある。あるでしょ、意外と。あるある、意外とあるのよ。なんか特にその日本みたいにね、大人が見るって感じのアニメではないかもしれへんけど、子供知ってる、まあ、大人のアニメではないけど、でも子供も大人も見たことがあるであろう。ロシア人といえば、あ、これあったあったってなるようなアニメあるから、それをぜひ紹介したいなって思って。じゃあ見ていきましょう。見てみよう、見てみよう。まあさ、なんか日本で言うと、もうサザエさんだったりとか、ちびまる子ちゃんとか。あ、ちびまる子ちゃん見てた、ね、めっちゃ昔からやってる懐かしいのっていっぱいあるねんけど、うん、ロシアの懐かしいアニメって言ったらなんか思いつくのある？え、めっちゃ有名なのがロシアのプーさん。プーさん、みんなが知ってるようなプーさんではないかもしれない。あれ、あのウィニプー、あ、ウィニプーってやつ。そうなの、ロシアのクマのプーさんね。あのディズニーと全く同じ原作の本をロシアのソ連の時代にね、アニメにしたやつがあって、それもずっと未だに流れてるよね、定期的に。流れてるけど、ちょっと衝撃的なのかもしれないよねちょっと見てみよう、見てみよう、見てみよう、見よう。はい。かわいいよな。かわいいの、そう。かわいいよね、ほんまに。おじさんみたいな声なんだよね、結構。声はすごいおじさん。そう。おっさんの、これでも、クマのプーさん、黄色いけどな、この。いや、全然、ね、日本の人からすると、こういう風に。タヌキって言ったろ今。タヌキちゃうよな。全然タヌキちゃうねんけど。私たちも今の話したらタヌキ見えるかもしれない。タヌキじゃないよこれ。クマやん、どう見ても。クマじゃんだよね。しかもさ、これ日本の人から見たらさ、あんまりさ可愛いってならへんけど、これロシア人から見たらもうみんな可愛い。可愛い。超可愛い。プーさんだ可愛いってなるよね。グッズとかもあるもんねこれの。でもちょっとプーさんとちょっとイメージ全然違うかもしれない。俺からしたらやっぱのディズニーのクマのプーさんよりもこっちのプーさんの方がいいんちゃうと思う。でディズニーのプーさんってさ、上だけ着てるのに下履いてないやんか。プーさんディスるんじゃねえ、様子おかしいやん。だってなんで下だけ履いてへんの。もうそれやったらこのロシアの全部裸のプーさんの方が俺はいいと思うけどな。全裸、そこ全裸プーさん、うん、そこでもまあ子供のアニメって感じやけどな、まあ、でも大人でも結構まあ見たい、結構好きだったりするけどね、これは。あ、そうなの。懐かしいからね。まあそう、パーッと見て懐かしい。あの YouTube とかでも再生数まあ何億とか言ってるからな、これ、うん、みんな知らん。ソ連時代やからな。ロシア人が昔のプーさんを見たいっていうのをすごい見まくってる。昔のプーさん。そう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 。これが1969年のアニメやね。実はね、サザエさんも1969年。サザエさんの一作目が出た頃とこのプーさんが出た頃が一緒。ただロシアってな、めっちゃ1969年に出てる有名なアニメがめちゃくちゃ多くて。あ、その時代にもう多分アニメが流行ったのかな。いや、てかなんかテレビ局ができたんじゃない。テレビ局ができただかなんだかアニメを初めて作りますみたいなので、でその1個目のアニメが全部衝撃的にすごく良かったっていうので、いまだにずっと放送されてるようなのが多い。確かにね。なんかサザエさんってギネスで一番昔から続いてるアニメっていうのでギネス登録載ってるんや。ただロシアのやつももうちょっとで乗りそうやったんだけど、途中で最あの放送されへん期間があったから乗ってないっていうのがあるんだね。それがなヌパガディってやつ。あー
覚えてる？トムとジェリーと一緒やん。そう。似てるやんな。似てる。トムとジェリーとほとんど一緒。ウサギとオオカミバージョン。そう。ちょっと見てみて。ちょっと見よう。これもすごい難しいよね。これ見てない人いないっしょ。いや、見てない人らん。これロシア人って言ったら、あ、これね、これね。で、なんならさ、この曲かかってるやん。あー、これはね、もう結構昔流行ってたみたいで。え、リメイクされた？あの、ジェニファー・ロペスのさ、オン・ザ・フロアっていう、あの、オン・ザ・フロアが流行った時、ジェニファー・ロペスの、You want to burn the floor ってやつ。歌いただけやろでそれが流行った頃自分見てあヌパガディのやつやって思うぐらいなんかこの曲がすごい使われてた、ね、これは確かにすごい記憶に残っている。そう。ほんでこのヌパガディっていうのがどういう意味なんかっていうと、なんかオオカミがウサギをずっとこう捕まえたいみたいな、こう捕まえて食べたいっていう。でも捕まえそうで捕まらないっていう何かが起きて、まあ、要はトムとジェリーのオオカミとウサギ版みたいな感じやねんけど、うん、でもトムとジェリーよりこっちのが先やからな。こっちのが先なんですって。そうやな。そう。で最後にこれ最後の方にさこれ言うねん。ヌーパガジ。そう。これ絶対言う。これ最後に言うねん。ヌーパガジ。アニメの名前がヌーパガジやねんけど、これどういう意味なんかっていうと覚えてろよみたいな。あ、うん、そういつか捕まえてやるからなっていう最後のオチがその待っとけよみたいなヌーパガジっていう。これは絶対に言うよね。うん。ちょっと前にロシアで過去に見たアニメの調査っていうのがあって、それで一番国民で見てるのがこのヌーパガディやねんな。これも1969年。1969年ってロシアでいうともうアニメの昔のアニメのアニメパラダイス、パラダイス、もう今でもすごい有名なものがずっと続いてるやつで、その1969年のこれ個人的にすごい好きだったアニメ。なんかいやでもロシアでもすごい有名やねんけど、これちょっと見てみて。Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые слоны не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Я これ何かっていうと、アニメの名前がなんか。ブレーメンスキー。あ、そうそう、ブレメンの音楽隊ってやつで、まあ、もともとグリム童話だかなんだかのやつやねんけども、なんだかそう、まあ、これがすごいロシアで再度アニメ化されて、で結構長いことこれも続いててすごい有名やったねんけど、これなんで俺が好きかっていうと、何ね、なんでこのお兄さんすごいエロいなって。でもお兄さんわかるわかる、めっちゃな声も低くて、まあ、要はなんか桃太郎みたいに退治をする悪者を退治する、動物を集めてね、そういろんな動物キジを連れてみたいな、要は桃太郎みたいなもんやねんけども、もうお兄さんが何やろな、良かったんだよね。あんた何歳の時にそれ思って、6歳ぐらいかな。目覚めたのこれじゃねえの？あ、そうだから俺もしかしたらこの人見て目覚めたかも。なんか動きとか声の低さとかで、昔はなこれ見て、あ、お兄さんイケメンのお兄さんだって見てたけど、いやでも今となってはこの人絶対自分より年下やから、あ、もうお兄さん頑張ってる、守ってあげたいぐらいの感じ。やめろよやめろや、声こんな低いねんで。まあ、それはロシアのなんかもしれない。なんか昔の強い男って感じ。こんなそう。で、なんかパンツもインしてるし。なんかこれ昔の。パンツインしてる。そこパンツ、今となっては流行りやん、インするの。ほら。ほら。あ、戻ってきた。また戻ってきたのね。そう、だから、もうファッションの最先端がこれ。なんか好きだったのよ。いや、これはわかる。で、今でもたまに、あと音楽隊っていうだけあって、やっぱ音楽の、いろんな音楽が流れて。聴ける。で、うん、この曲がね、なんか、うちもなすべてをうちに。ねえ、と。ってやつ、もうすごい、ずっと、その音楽が好きなのよね。で、音楽のいいアニメってあるよね、すごい。だから1969年って言ったらもうロシアはもうこんなんばっかりよ。で、まあ、あともう一つ、1975年ぐらいに、もう一つすごい流行ったアニメがあって、それが、これ。あー、なんていうのこれ。これ、ピノキオじゃない？ピノキオやねんけど、ピノキオじゃないの。マルシアではこれの飲み物もあるぐらいだからね、炭酸の。あるっていうのが。
あの飲み物もあんねん、これの。そう。ブラティーノ。ブラティーノ。まあ、もともとピノキオの原画っていうのがあって、その原画をアメリカの人が訳して、アメリカとか、まあ、日本とかもそうなんだけど、そっちに広めたのがピノキオ。でも、東の方の国、ソ連とか、そっちの方で訳して広めたのがブラティーノ。まあ、内容としてはピノキオと一緒やねんけど、自分からしたら、え、ピノキオってブラティーノのパクリじゃないって最初見た時思ったもん。あ、そうなの？うん、みんななんかピノキオって、え、ブラティーノのパクリやねんけどって、そのブラティーノよりも後にディズニーの映画が流行ったから、でも結局アニメの元となるものっていうのは一緒やねんけど、それぞれちょっと違うのがずっと流行ってたなっていうようなイメージ。うん、ほんでなんかロシアってな、なんかな、そのクマに対する思い入れみたいなのがすごくて。クマと狼が多いよね。そう、ロシアもアニメといえば。何においても、ね、やっぱ猫とネズミってトムとジェリーだけど、こっちとしてはまあ狼とウサギとか、だからオリンピックでロシアでさ、クマのオリンピックのキャラクターもクマとあとウサギやったやん。この間のソチオリンピックのあのやつとか、もうヌーパガジンやん。そうだからもうね、そのウサギとかクマとかオオカミに対する思い出はすごい。クマが出るもうアニメって大量にあって、いっぱいある。もうこのクマは誰みたいな、このクマはクマのプーさん、このクマは違うやつみたいな。そうやってもうみんないろんなクマのパターン知ってるから。そうそう。でクマといったら、今最近ロシアの新しいアニメでめっちゃ人気なアニメ知ってる？知ってる？なんかでも最近流行ってんのってやっぱなんか 3D。 そう、それ今思ってるやつ、今思ってるやつ、マーシャとかじゃない？マーシャとクマや、マーシャとクマ。ちょっと見てみて。そう、マーシャっていうこの女の子がいたずらをするの、クマの家に行って。クマの家やねんけど、あ、逆に女の子がそうそう、クマを困らせるっていう。そう、これカーシャってロシアの朝ごはんで有名なおかゆ、おかゆみたいなやつな。これ日本人から見たらカーシャってさ、これもう見てもめっちゃ、え、美味しそうって俺思ってまうねんけど、これ見たら甘くて美味しそうと思うけど、多分日本人から見たらなんかゲロみたいな。ゲロとか言うなよ。そんな感じだった。今言ったゲロってだからあのジブリとかでもさ、食べ物をこう美味しく描くみたいなあるやんか。こう、あー、もう千と千尋のお母さんとお父さん食べるご飯が、でも割とあれと同じぐらい美味しそうって。確かに、思うよね。これ日本の人見ても思わんのやろ。食べ慣れてるからやと思うよ。そう、まあでもこれのクマがな、ずっとクマって本来強い生き物やねんけど、こんなちっちゃい女の子に狂わされて、なんかもうずっといじめられてるみたいな、いじめられてる、動物の方が賢いみたいな感じ、やれやれみたいな感じの、まあそれがすごい流行ってるよね。日本ってアニメって大人が見るアニメ多いやん。でも多分それって大人が見るっていうので作られてるのに、君の名はとかもそうやし、なんかいろいろあるけど、大人向けに作ってるアニメがあって、でそれがやっぱり金を使える大人が買って見て楽しいっていうので世界に広まっていったと思うけど、世界的には、まあ、ロシアもそうやねんけども、アニメって言ったら子供が見るもの。そうやな、それは確かに。実写版とかその映画とかは大人が見るもの。だから日本のこのアニメに、アニメでそもそもちょっとエロを盛り込むって、え、この間もさ、夜とか見てアニメが流れてたんだけど、うん、普通にパンチラとかがあって、そう、おお、これ大人の見るやつだと思って。そんなんロシアだと考えられへんやんか。ないそのないない。アニメで興奮するエロを感じるってなかなかないから。でもだからこそそれが画期的ですごいなっていうので世界に広まっていったんやなって思って、うん。だってだってなんかちょっと分かんないじゃん、見分けがつかなくない？その大人用と子供用って、普通に子供からパッて見るとアニメはアニメっていう感じだから、それでね、性的に目覚められてもみたいな、ね。まあ、でも日本のアニメも結局エロっぽいアニメもあれば、別にエロっぽくない普通のアニメ、ちゃんとギャルル軍曹とかあるやん。ギャルル軍曹、そう、カエルみたいなやつ違う、あ、ケロケロギャルル、ケロだった。ギャルルってなんか強そうやけど、でもまあそういうさ、子供が見たりするようなアニメとかもあったりするわけで、だから最近のこの日本のエロに規制をかけていこうみたいな感じのあれって、やっぱせっかくの日本の独自の路線というか、日本ならではのアニメにエロを盛り込むって日本ならではのやつやから、俺なくすのはもったいないなって思う。だって現にやっぱりロシアのあの子供用のアニメを見て俺はエロを感じたわけで、
そこからやっぱいろいろ感じ取って目覚めたものはあって、ごめんちょっと興奮しすぎて今唾が飛んじゃった。いやごめんね、どこに飛ばしたの今。ごめんね、今すっごい興奮して唾飛んじゃった、ごめんね本当に。だからアニメにエロ、俺は賛成派だから割ともっと盛り込んでいってほしいなって思う。まあエロはどこで生まれてもおかしくないから、うん、どのアニメ見てもね、うん、なんか懐かしかった今日のなんか動画。懐かしい、ちょっと子供になんか戻った感じだよ ねあんたは興奮結構しまくってたけど。もう何でも興奮するのやめろや。ここのこのマイクあるやろこれ、うん、興奮する。やめろ。ああ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 